大国菊下小系職は、日本の勲章の一つで、その最高位に位置する。また、日本の勲章では、唯一、軽職の形状を取る。大国菊下小系職を着用した、昭和天皇大国菊下小系職は、1888年1月4日に、法官省及び、大国菊下小系職に関する件により、制定された。その形状は、当初、 各種勲章及び大勲位喫下症継職の図用に定められたが、2003年11月3日の A 点制度改革により各種勲章及び大勲位喫下症継職の正式及び形状を定める内閣府令に改めて定められた。制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、なおかつ唯一すべての構成部品が22系の金製の勲章でもある。 副賞と合わせると4 9 1 5ムの重さがある。また22系を素材とするため製造原価が高い。日本の天皇は勲章新授式や新年祝賀の儀などの際には大勲菊花章軽食、菊花章と等価大受章、制服章、また時には随法大受章の副章も合わせた敬語典の勲章を廃用するため衣装はかなり重くなる。 2003年の英天制度改正後に、当時の天皇であった秋人が清掃で臨んだ際は、演尾服に、副賞は大君位菊花大受賞と、東下大受賞の二つのみを廃用し、随宝大受賞の副賞を廃用していなかった。大君位菊花賞軽職を廃用する際は、同時に大君位菊花大受賞の副賞も、軽職の副賞として、左胸に廃用する。 公述するが、軽職は大空域喫下大受賞受者に加受されるか、受賞者が大空域喫下大受賞を授与されていない、場合は大空域喫下大受賞とともに授与される。外国元首などの場合は後者に該当し、軽職賞と同時に大空域喫下大受賞を授与される。ため、廃用の際には大空域喫下大受賞の副賞を用いる。 大空に花下軽食大空に花下軽食大空に花下軽,軽食の衣装は、軽食の中央を、七方性緑色の菊うに抱かれた金色の菊花とし、それに、古典寺の、明と、おさむ、七方性緑色の菊うに囲まれた金色の菊花の三種模様の金具をつなげて、楕円形の連環とする。明、おさむは、菊葉を挟んで、 左右各三組配されるが、それぞれ右側は、右横書き、左側は、左横書きに並ぶ。連環を構成する、楕円形部品の長径は 28mm、中央の菊葉は 39mm である。アキラ、オサムの古典事は、この組章が制定された、当時の言語、明治を意味する。マサキと中の衣章は大訓一喫大綬章の、マサキとほぼ同じで、 四方に伸びた曲光を四つの菊用と菊花で囲む図用であるが、章の直径は五五十ミリメートルと大樹章のそれより小さい。前述の通り、大樹章正明とほとんど変わらない衣装ではあるが、軽色の正明は白色七方の曲光の面積が若干多めで絞りが少なく、菊花菊用の刻印はやや小さめになっており、雰囲気が少々異なる。 中の裏には大勲意喫科大受賞と同じく、大勲聖章の文字が刻まれている。2003年の英典制度改正の際にも衣装は変更されておらず、制定以来の衣装を保持している。大勲意喫科賞形色の略差と略称の図通常、大礼服や演尾服など最高礼装の上着の上から廃用するが、略差を用いて廃用する場合は、 モーニングコートなどの通常礼装でも廃用が許可され、その際には、純金製の細かな鎖を用いて、一般的な中受賞のように、より小型の略称を喉元に廃用する。また、大訓一喫下賞継職を廃用するとき、多くの場合は、慣例として、大訓一喫下大受賞の正昭を、併廃しない。これは、同一勲章で上位にあるものを廃用する場合、 その開勲賞を同時廃用することが認められないことによる。大勲一喫大受賞は、同じ菊花賞である、大勲一喫賞形職の開勲賞にあたり、天皇が清掃する際、際大勲一喫賞形職を廃用し、勲一等曲実東下大受賞の大受を帯胸には、大勲一喫賞、勲一等曲実東下大受賞、勲一等随法賞の、 各副賞をつけるのが正式である。ただし、外国元首など、大勲位喫下賞継職と大勲位喫下大受賞しか持たない場合、大勲位喫下賞継職に大勲位喫下大受賞の、正明を廃用しても差し支えないとされている。これは、同じ種類の勲章は、基本的に授与された中から最上位のものしか、廃用できないためである。よって、 他の種類の勲章を授与されている場合には、その中で最高位の大樹、正明、副章を併拝することとなっている。国賓として、日本を訪れる外国元首の多くは、大勲位菊花象継色と大勲位菊花大樹章を併拝する。これは、国際儀礼上のプロトコルでは、相手国から送られた勲章を基本的に、第一序列にすべて廃用することになっており、 菊花賞軽食と菊花大受賞を同時に送られることが多いからである。中曽根康弘の内閣、自由民主党合同層にて備えられた大国菊花承継、大国菊花賞軽食大国菊花賞軽食の授与基準については、大国に、のぶせし者に特別これを、賜物もふとのみ定められている。つまり、日本国の最高勲章として、 さらに卓越した功績を成した者に対し、大勲意喫下大受賞と共に、授与されるか、すでに大勲意喫下大受賞を受賞した者に加授されることになるが、外国元首への儀礼的叙勲を除くと叙勲例は、非常に少なく、生前授与の例はさらに限られる。英点制度改正後の勲章の授与基準に大君意、喫承継職についての記述はなく、 曲日大受賞または、随法大受賞を授与されるべき功労より優れた、功労のある者に対しては、第一項の規定にかかわらず、当課大受賞または大訓意喫下大受賞を特に、授与することができるものとする。と記されるのみである。しかし、特に記述を改めていない者に関しては、制定以来の法令に従うため、大訓意喫下承継職は前述の法令文の通り、 大君位喫下大受賞を授与された者に対して特別に授与される勲章とされ大君位喫下承継職の授与対象は大君位喫下大受賞をすでに授与されている者に限ると解されるまた大君位喫下大受賞を授与されていない者が大君位喫下承継職を授与される場合は必ず同時に大君位喫下大受賞も授与される皇族に対する叙勲は 日本国憲法下では実例がない。天皇に対しては、1989年1月7日に、秋人が2019年5月1日に、徳人がそれぞれ皇位継承に伴い儀礼、儀式の際に身につけるための勲章として、当下大受章、文化勲章とともに政府からの上与を受けて廃用している。外国人への儀礼助勲等では、戦後は、 国家元首のうちで、立憲君主制の皇帝、国王、大公、首長などに対して送られていた。またその際、大君位喫家大受賞を同時に送る例が多い。これに対し、王族席を持たず、選挙などで国民から選出される大統領に、対しては、一階級下の大君位喫家大受賞を送るのが慣例であるが、大君位喫家承継色が王族ではない大統領に、 送られた例は過去に2度あり、1度目は日米修好通商条約100周年にあたる1953年にアメリカ合衆国大統領のドワイト・ D ・アイゼンハワーへ大勲域課題大受賞と同時に送られている。2度目は1976年、ブラジル大統領のエルネスト・ガイゼルの訪日の際であり、 同大統領は大受賞ではなく、軽食を強く希望したという経緯がある。基本的にこれ以外のケースでは、天皇皇族の外国公式訪問や国賓として接待する大統領クラスの国家元首に対して送る勲章は大勲疫喫下大受賞であって、軽食ではないことが内閣公文書により示されており、平成期に入ってからの大統領の国賓訪問などでも、 大受賞を廃用した姿は数多く写真で残っているが、軽食をつけた写真は全く存在せず、一般的には大統領への儀礼助君は、大君位喫下大受賞である。天皇、皇族及び外国人受賞者以外で、生前に軽食を授与された者は7名である。日本国憲法施行後は、外国人受賞者以外では、内閣総理大臣を長年務めた。 吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘が没後受賞している。大正天皇と昭和天皇は即位前に授与されているので、皇族、王族欄に記載。外国元首等に対する贈与の例は多い。以下に著名な受賞者を国名五十音順で挙げた。ありがとうございます。